んにちは、ガッチャンです。今日は岡山県の日本一の駄菓子売り場に行ってきました。道路的にまさかこんな突然出てくるとはっていう感じの登場の仕方だね、ガッチャン。急に見えたね、びっくりだね、うん、びっくりした。こんなとこにあるのと思ってたらあったね。すげえな。すごい、もう車こんなにいる。日本一の駄菓子売り場にやってきました。どうなってくるのかな。ちょっとウキウキしてます。3月12日は駄菓子の日だって。へえ、なんかあるのかね、3月12日って。うん、なんだろうね。ね、なんだろうね。おお、おはようございます。おはようございます。こういうのもあるの ね。賞味期限が近づいて超お買い得っていう。へえ。お、ミント。おお、本当だ。さあ、ぐるっと回ってくるね。いやー、どれだけ広いの？すごいね。屋敷通りだって。うん、行ってみよう。もう風車が並んでてすごいね。すごい綺麗だよね。ね。うん。あ、懐かしいのあるね。これ懐かしい。うんうん。ほほほ。夏祭りの縁日思い出すね。あ、本当だよね、これ。にしても縁日してもすごいな、これ。すごい店数。でもこんなにさ、いっぱい店出てるのって縁日でもこんなにないよね。ないない、見たことない。うん、激アツスナックストリートだって。やべ。どんなんだろう。あれ、知ってるのあるよ。あ、うまい棒じゃん。キャベツ太郎、でかっ。ほら、これ俺の腕の長さと同じ。でかすぎるよこれ。でかっ。いや、いっぱいありすぎるよね。ねえ。うん。さっき見てたの忘れちゃいそうだよ。確かに。へえ。こっちはおもちゃ系？懐かしい。うん。一致シートで購入なんだね。まさに。大人買いだね。そう、大人買い。仕方駄菓子屋。なんかアニメでやったのかね。ちびまる子ちゃんに出てくるような感じの雰囲気。あー、ちびまる子ちゃんのお店と同じだよね、オープニングの ね。入ってみよう。懐かしいね。ねえ、この世代じゃないけどさ。よくテレビに出てくる感じだね。ね、うん、普通のこういうお菓子もあるんだね。ね、懐かしいのと違うんだ ね。あー、これ赤い蓋あった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 。あったよね。これ何、赤い蓋ごと買えちゃうんだ、ね、あの箱ごと。すごいね、ほんと大人買いだよ。あ、だからか、昭和レトロコーナーね。懐かしいもんね。あ、納得。にしてもそんなんでもいろいろありすぎるよね。ある、うん、おばあちゃん家にあったお菓子ある。あー、でもほんと駄菓子屋に昔あったものがちゃんと今でもあるからすごいよね。ね、うんうん、これあったね。男の子が遊んでた。ああ、そうそう。飛ばしちゃってさ、先っちょの重りのプラスチック、うん、割れちゃってさ。あ、そうなんだ。うん。すごい種類いっぱい。うん、ほんとだ。これまた違うやつだよ。ああ、結構あるね。ね。こんなにあるんだ。ね、知らなかった。輪ゴムの鉄砲。ああ、懐かしい。ヘリコプターとかあるんだ。あ、引っ張るやつじゃないこれ。ああ、これあった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 。あったね、これね。お、大人の駄菓子コーナー。開けていい？うん。
じゃーんみたいな。これヨーグルトでよかったっけ。粉型抜き懐かしい。あ、型抜きか。これはヨーグルトだね。古いね。種類いっぱいあるな、こんなにあるんだ。ね、何これ。あー、ペロペロキャンディーだ。全部食べきる人っているのかね。ね、こっちイチゴだよ、おっきい。うわ、お寿司。よくできてるね、それにしてもね。ゼリコ、何これ。グリコじゃないの。いや、ゼリコ知らなかった。へー、あー、ボンターレ、まだあるよね、これね。ガッチャお父さん好きだよね。好き好き。でもこんなパッケージ初めて見た。カラフル。あ、BB 弾かと思った。コンペトだよ。綺麗ね。ほら、めっちゃ可愛くない？あ、女子受けで。あ、やっぱ駄菓子屋さんとかね、10円で買えるのが魅力だよね。うん、駄菓子って感じする。そうそうそう。お、種類たくさんありすぎじゃない？こんなにあるんだね。ね、酒のつまみになるね、これね。だね。ちょっと飲みたくなっちゃうのね。ニッキーだって。八つ橋のあれ？あれ、これってさ、クレヨンじゃないの？クレヨン、クレパスだって。へえ。クッピーだよ、ガッチャの好きな。でもわらび餅？栃木のレモンはうち好きだよ。ああ、結構これ見るよね、有名だよね。うん、むちゃむちゃうまい棒にコーナーがあるよ、ちゃんと。すっごくない種類が。何この量、おったまげ。はあ。いや、でもさ、こっちの方がおったまげだよ。すごいな。すごい、止まんないもんね。うん、ほらほら、またクッピーですよ。買ってく。俺昔ね、これフッピーかと思ってたんだよね。フッピーかい。マジでマジで。縁日の売り場での肩車、綺麗だよね、これ ね、めっちゃ綺麗。うん、なんかさ、ひまわり畑じゃなくてさ、風車畑みたいな感じ。あ、ほら、そうそう、お花畑だね、まさにね。すごくない？圧巻。これさ、一気にさ、回ったらすごいだろうね。あ、綺麗だろう ね。お、金の延べ棒だよ。これ何、チョコ？なんだろうね。札束の塊。うわ、これもどうなの？これのお土産にいいよね。うんうん。袋のコーラとか懐かしい。昔さ、自動化の冷水機って使って飲んだ記憶あるよ。うん、口の中でさ、パチパチ弾けるんだよね。へぇー。うんうん。ビアとか。そうそうそう。生意気ビールだよ。うん、働く車シリーズは王道だよね。あ、男の子よく遊んでたね。キティちゃんも健在だね。うんうん、あ、こんな種類あるんだね。ね、かわいいね、やっぱ。これさ、猫じゃらしみたいに逃げるやつ？あ、そうだったっけかな。あ、こういうのもあるんだ。なんだろうこれ。なんか。あ、消しゴム？かわいい感じ。あ、ヒゲダンスだ、古い。古い。ああ、はいはいはい。あと、とか駄菓子じゃなくて、ちゃんとしたね、おもちゃもあるのね。これなんかダメだよ、すごくない？うん、ポンポン戦シリーズだって懐かしすぎるよ、これ。あ、これはわかるよ、ビー玉は。綺麗だよね。うんうんうん。あ、老石ね。昔からあったんだよね。懐かしいな。ね、懐かしい。よく書いてたよ。ね。結構こうやって見ると懐かしいのあるよね。うん、うわ、コマまで戻る。いやいや、いろいろね、もう見てて大変でこれ。うん、果てしなく駄菓子だったね。うん、まさに駄菓子の大人が映画できる天国だよね、これ ね。ちょっとね、童心にも駆れるいい場所なのではないでしょうか。今日どれ食べる？え、もう食べんの？毎日ちょっとずつ。あ、少しずつか。そうそう、一気には食べれないから。酒のつまみ食べたんだよな。おやつでしょ。